第101号型魚雷艇は日本海軍の捕獲魚雷艇。太平洋戦争初戦にスラバヤで捕獲した元オランダ海軍魚雷艇。要目がほぼ同様な第102号型魚雷艇、第113号型魚雷艇も合わせて記述する。旧オランダスラバヤ交渉で建造された TM4 型魚雷艇。船体はステンレス構成で1942年に スラバヤで沈没状態にあったのを捕獲、第102工作部で同年から1944年にかけて整備した。オランダ海軍時は33.25ノットだったが、整備後の速力は33ノットから30ノットに落ちていた。1942年8月に101号が海軍水雷学校所属となった他は、現地で使用され、4隻が沈没したと言われている。 同形艇は、第101号、第109号、第110号、第111号、第112号、第115号、第117号、第118号、第119号、第1 2十号魚雷艇の10隻。排水量17トン。第101号と同じくスラバヤで捕獲した TM4 型の未成魚雷艇。同地で、 第102工作部が組み立てて完成させた。1945年に竣工、同形艇は、第102号から第108号魚雷艇の7隻。排水量20トン。第101号と同じくスラバヤで沈没状態にあった TM4 型魚雷艇を第102工作部が整備したもの。1943年5月に整備完成。ラバウル方面で使用された。同艇は、 第113号、第116号魚雷艇の2隻。排水量18トン。日本補助鑑定物語による。世界の感染日本海軍特務艦船誌によると 13mm、もしくは 25mm 機銃1丁、世界の感染日本海軍特務艦船誌、P50。ありがとうございます。